寺本伊勢松寺本伊勢松7月22日は、日本の教育者。出典 https コロンスラッシュスラッシュ 1.2.ac.jp スラッシュ ncid スラッシュ an10285312 明治6年兵庫県生。明治28年兵庫県市藩学校を卒業。明治から、大正時代に教育に奉仕し、兵庫県の小学校校長。 京都府私学など歴任後、大正元年上京し、東京都神田にあった大日本国民中学会において、教科書の執筆活動に従事し、同会主事となった。大正15年、財団法人公民教育会専務理事となる。通信教育にあたり、全国の学生が卒業資格を得られるよう指導にあたった。1918年に竹明中学を設立。 初代校長を寺本に任命した。晩年に、東和商業学校の建て直しに奔走、再建を果たした。昭和2年3月8日、東和商業学校第2代校長に就任、同年10月31日、野方商科学校校長となる。昭和3年7月17日、寺本他3名は、新財団法人、野方学園を設立、東和商業学校は、 野方学園等は商業学校として新しく再建された。改正小学校体操法国立国会図書館デジタルコレクション。専権後献入学検定独学受験法。不最近試験問題及び回答。国立国会図書館デジタルコレクション。専門学校高等学校入学検定独学受験法国立国会図書館デジタルコレクション。ありがとうございます。